花咲みやびのお出かけ。皆さんこんにちは、ホロスターズ所属の花咲みやびです。今日は荒川周辺にお散歩に来ています。赤羽駅。普段あんまりお散歩はしないんですけど、まあ、せっかくね荒川近くまで来たので歩こうみたいな感じです。まあ、散歩っていいですよね。まあ、たまに知らない道とか知らないお店に入るのがすごい好きなんですよ。新たな発見というか、まあ、最近の散歩はほとんどダイエット目的が大きいかもですけどまあこの日はすっごい天気が良かったんですよ。絶好のお散歩日和です。見てください、青空、綺麗だな。あそこに見えてるのって水門なんですかね。で、奥に見えてるのが埼玉県ってことは、富士山とかってこっから見えんのかな。富士山反対かな。途中いい感じの階段があったので遊んでみました。やっほー。結構歩いたのでお腹が減ってきたみやびさんです。どこかにご飯食べられるとこないかな。荒川から20分ぐらい歩いたところにカフェを見つけました。外観が植物で覆われていてびっしりです。ここだけ空間が違うというか神秘的ですね。これバラかな。綺麗。上まで全部バラなのかな。お、なんだこれ、お店のマスコットキャラなのかな。かわいい。メニューはピザ、ハンバーグ、お弁当、焼きチーズナポリタン、え、美味しそう。フルーツサンド、え、これにしようかな。よし、決めた、これにしよう。店内はこんな感じです。店内にもお花がいっぱいあります。雑貨やお人形が置かれていてとても可愛いです。それとカメラには映ってないんですけど、洋服屋さんが店内にあったんですよ。カフェの中に洋服屋さんって珍しくないですか。ご飯を待ってる間にお店の中を見させてもらいました。羊毛フェルトで作られたオーナーさん手作りのエリーちゃん人形たちが壁一面に飾られています。販売もされてるみたいですよ。髪型とか服とかがどれも違うから見てて楽しいですね。この子が僕のお気に入りです。好きなところは顔と服の点々です。チーズナポリタンの登場だ。みやびさんはもう1時間ぐらい歩いていたのでお腹がペコペコです。サラダもついてます。結構なボリュームですよね。でも歩いたので実質カロリーゼロです。さあ皆さん、いただきますよ、このチーズ。あー、もう絶対美味しいやつ。深夜に見てる方はごめんなさい。では歌います。ナポーリタ。ごちそうさまでした。サラダすべて完食しました。めちゃくちゃ美味しかったです。食後のデザート、フルーツサンドとオレンジジュース。いや、もう美味しそう。あ、これはですね、なんかいい感じに映えを気にしてね撮ってます映えてるでしょ。見てください、ふわっふわっ。そしていただきます。あー、美味しそう。もぐもぐもぐ、ごちそうさまでした。とても美味しかった。また来たいな。ということで皆さん、荒川に戻ってきました。いっぱい歩いていっぱい食べて僕は幸せだ。風が気持ちいい。
お散歩っていいですよね。気分転換になるし。まあでも今日はいっぱい食べたからまた歩かないと。僕アイドルなんで。お散歩もいいけど目的があるお出かけも楽しいよね。次はどこ行こっか。じゃまたね。この時の宮城さんはまだ知らない、新しいブーツで行くんじゃなかったと。旅は靴ずれ、そして縫い先初めての冒険、花咲みやびのお出かけ。おつみやび、ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローお願いします。概要欄から飛べるよ。次はどこへ行こうかな。海外、いや宇宙。